こんにちは、ハイズラボです。今回はワードプレスのプラグインコンタクトフォーム7にリキャプチャーバージョン3を導入していこうと思います。リキャプチャーとは何かというのはブログの方で説明していますので、そちらをご覧ください。まずは導入するウェブサイトのワードプレスダッシュボードを開いてください。ダッシュボードのお問い合わせをクリックし、お問い合わせの中にあるインテグレーションをクリックします。他のサービスとのインテグレーションという画面が表示されますので、リキャプチャーのところにある google.com/recapture のリンクをクリックします。 Google リキャプチャーのページが開くので、右上にあるアドミンコンソールのボタンをクリックします。この時 Google アカウントのログインを求められるので、 Google アカウントへログインしてください。すでに Google アカウントへログイン済みの場合は再ログインする必要はありません。アドミンコンソールにログインすると、リキャプチャーの新しいサイトを登録する画面が表示されます。ラベル、リキャプチャータイプ、ドメイン、そして利用条件にチェック、アラートをオーナーに送信するというチェックがついているので、このチェックを外します。ラベルにはサイトの名前など分かりやすい名前を入力します。リキャプチャータイプは必ずリキャプチャー V3 を選択してください。 V2 だと動作しませんので注意してください。ドメインでは導入したいサイトのドメイン名を入力します。この時 HTTP や HTTPS は不要です。入力選択ができたら送信ボタンをクリックします。登録が完了し、リキャプチャーのサイトキーとシークレットキーが表示されました。このサイトキーとシークレットキーをコピーして、最初に表示していたワードプレスダッシュボードのインテグレーションのセットアップ画面の欄にペーストしていきます。サイトキーとシークレットキーのペーストができたら、変更を保存ボタンをクリックすれば完了です。それでは実際にリキャプチャーを導入できたかウェブサイトを見てみましょう。ウェブサイトの右下にリキャプチャーのアイコンが表示されていれば正常に導入ができています。またウェブサイトがAMP対応の場合は、 Google リキャプチャーのページに戻り、設定に移動をクリックし、設定の中にあるこのキーが AMP ページで動作するようにするにチェックをつけます。リキャプチャーに対応させるのは意外に難しそうとかお金がかかりそうとか思うのですが、実は無料で簡単に対応ができちゃいます。自分のウェブサイトにログイン画面やフォームを設置している方は、絶対にリキャプチャーを導入した方が良いかと思います。特にワードプレスでコンタクトフォーム7のプラグインを利用している方は、必須作業だと思った方がいいでしょう。以上、ワードプレスのプラグイン、コンタクトフォーム7にリキャプチャーバージョン3を導入していく手順でした。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。